すいません、ちょっと時間が錯綜して恐縮です。東京都知事選挙、頭を回すところわずかであります。党員、失礼、陳友人紹介運動というものが大きな成果を上げつつあります。今日の12時でございます。締め切りがですね、別に結果を主催に公表するわけでも何でもございませんが、それぞれいろんな考え方があっても総裁が街頭に立ち、また党大会でお願いもしておるということでございますので、ここはきちんと最後までやりたいと思っております。大阪につきましては、今後府連会長が参りまして、大阪の状況というのを報告をするということに相なっておりますので、それを見て対応を決めたいと思っております。本日衆議院を、予算が補正予算が、通るといいねということでございまして、そこへ向けて、最後の詰めをしていかなければなりません。その他、山口、石川、京都選挙がついてまいります。いろんな気を期してまいりたいということであります。政調会長からの、かねてから懸案となっております教育委員会をどうするかという協議でございますが、これを党内で始めるというご発言がございました。これは政調会長から、もし必要があれば詳細をお聞きいただきたいと思っております。また、副幹事長会議におきまして、それぞれの党所属国会議員から、それぞれのホームページから、舛添候補へのリンクということで、リンクを貼るということを今スタートしておるといいますか、最後に、誰に投票しようかなというときにそういうのを参考にされる方も多々おられます。これをリンクを貼るということも今進めておりまして、これは最後になって行動を決められるという方々の対策もきちんとやりたいということで、新しい形の選挙というものを目指して、この都知事選挙はそういう観点からもやってまいりたいと思っているところでございます。以上であります。ございません。ただ、どういう対応を取るにせよ、それが大阪市の主権者である市民の方々が特進を行くような形で対応しなければいけないということは私から申し上げたところであり、区間数名からもそのようなお話がございました。その流れとしては、この後は府連からの意向を聞いた上で、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。